シュラマル。ちょっとみずきさん、さっきリサイクルショップにいましたよね。そうだけど、のりかさんもいたの？みずきさんが車で出た後に私も店に入ったんです。みずきさん、いろいろ買い取りしてもらったでしょ？え、なんでわかるの？買い取りカウンターのところにいろいろ見覚えのあるものがあったからです。みずきさんが着ていた白いワンピースでしょ？あとは前に使ってたミニテーブルでしょ？千秋ちゃんが着てた服もたくさんあるし。へえ、よく見てるもんだね。感心してる場合じゃないですよ。なんで売っちゃったんですか？はあ？着ないから売ったんだけど。なんでフリマアプリじゃなくてリサイクルショップなんですか？正直そこまで状態がいいものでもないからね。それに出品してやり取りして発送して、そんな手間かけるほどのものでもないし。じゃあなんでうちにくれないんですか？はあ、このパターンか。だからさ、言ったじゃん、そんなに状態良くないって。そんなの人にあげたくないよ。そんなの私は気にしないです。のりかさんが気にしなくても私が嫌なの。嫌なのにわざわざ人に物あげるって罰ゲームじゃないんだからさ。うちは子供が4人もいるんですよ。大変なんだから、まず声かけてくれてもいいじゃないですか。子供が多いと大変っていうのはわかるけど、そもそものりかさんのところは全員男の子でしょ。大丈夫ですよ、子供なんだから女の子向けでも目立ちませんって。それにほら、千秋ちゃんスポーティーなお洋服とか結構好きでしょ。無理無理無理、そういう問題じゃないから。どのみち無理。はい、終了。終了しないでください。あのミニテーブルだって売るくらいなら欲しかったのに。私にそういうの求められても困るから。てか、あのミニテーブル、100円ショップのスノコで手作りしたやつだよ。1000円かからないで作れるから。テーブルに1000円も出せませんよ。みずきさんがくれたらタダだったんですよ。いつも旅行とか外食行ったりして幸せそうなんだから、ちょっとくらい分けてくださいよ。そういうのは無理。あげるかどうかは自分が決めることだし。てか、ズーズーしすぎるでしょ。そんなひどいこと言わないでくださいよ。私だって頑張ってるんですってば。いや、たかりを頑張ってどうすんのさ。くれくれ言われると逆にあげたくなくなるもんだよ。うちの旦那と同じようなこと言うんですね。なんで分かってくれないんですか？じゃあこれから用事あるからまたね。待ってください。旅行ですか？お出かけですか？のりかさんに言う必要ないよね。ずるいずるいです。実家とも仲良しだし、私は頼る人がいないのに。何でもかんでもずるいって言われてもね、こっちだって気分悪いよ。そういう問題があるなら夫婦で話し合ってね。うちの旦那は自営業で忙しいんです。こうなったら水木さんの実家紹介してください。はあ？私もう何年も旅行に行ってないんです。だから水木さんの実家に泊めさせてくださいよ。知ってるんですよ、ご実家で農業やってるでしょ。子供たちに農業体験させられるし、子供見てもらえるし、ほら最高。はあ、何言ってんの。マジでそのズーズーしい性格なんとかしないわ。ちょっと、そんな言い方ないでしょ。はいはい、じゃあね。ちょっと、私の名前は水木。たまに使わなくなったものを処分してるんだよ。高いものはフリマアプリで売るけど、安いものはリサイクルショップに持っていくんだ。いいものなんかはママ友に譲ったりもするけど、微妙なものなんかは知り合いにあげたくないよね。ダメージのあるものは古着で回収に出して、かろうじて大丈夫そうなものを買い取りしてもらうって感じかな。まあお店でも回収だけになるケース結構あるけど、正直のりかさんには絶対あげたくないね。この人はとにかくドケチだし、人に物をくれくれする人なんだ。そんな人にあげたら絶対にターゲットにされちゃうでしょ。変に餌付けするのは良くないと思うんだよね。人の実家で農業体験させろなんて言ってくる人だし。でもやっぱりさすがヤバい人だね。私の話なんか聞いちゃいないんだ。のりかさん、あんた何してんの？え？何がですか？うちの親から私のママ友だって人が来てるって連絡来たんだけど、男の子4人連れてるって。どう考えてものりかさんでしょ。子供の面倒を見てもらって私はエンジョイしますね。あなたの実家を旅館代わりにするとか、私天才。
ああ。え？水木さんでもああとかそういうこと言うんだ。ああ、実家が取られちゃうのが心配ですか？いや、そういうことじゃなくて。まあ、水木さんのところは一人娘ですもんね。その点こっちは男の子がいっぱいいるもん。いっぱいいる方がいいに決まってますよね。じゃあね。ちょっと待ちなって。のりかさんが思ってるほどうちの両親は甘くないよ。何言ってるんですか？何回か見かけたけど優しそうでしたよ。でもこの家の野菜はもうすべて私のものですから。てかこの家の娘になっちゃおうかな。あのさ、助けて。いや、はいや、ちょっと待ってくださいよ。水木さんのお父さんこんな人なんですか？ただでもらえると思ったら大間違いだって、なんかめちゃくちゃ怒ってるんですけど。私思わず逃げちゃいました。うちの父親、見た目は優しそうなんだけどね、昔からご近所では有名な雷親父なんだよ。それってめっちゃ怖いってことですか？そう、ボランティアやったり優しいことは優しいんだよ。でも礼儀がなってない人にはめちゃくちゃ厳しいんだよね。例えばどんな感じですか？うちの庭に勝手に入って野菜を盗んでいく人がいたんだけど、久しぶりに見たら生まれ変わったんじゃないかってくらい顔が変わってたっけ。じゃあお母さんは？そんな雷親父と結婚して夫婦やってるんだもん。実際には母親の方が気が強いよ。いやって言いたいのはこっちの方だよ。わざわざ実家まで調べて乗り込むなんてね。しかも自分の子供の方が可愛がってもらえるって頭の中に何詰まってんだろう。当然だけどうちの両親は孫の千秋を溺愛してるから激怒してたよ。おまけにこのまま返してもまた人に迷惑をかけるって、なんか変なスイッチが入っちゃったみたい。あーらら。助けて、もう無理、腰が折れちゃう。今年のキュウリみずみずしくて美味しいね。ちょっと助けてよ、水木さんの両親でしょ。私このままじゃおかしくなっちゃう。いやいや、自分が望んだ通りになってるじゃん。4人の子供たちはうちの母親にすっかり懐いたんでしょ。小学生の男の子4人の面倒を見てもらえるって最高じゃん。でもその代わりに農業を手伝えって。しかも水木さんのお父さんめちゃくちゃ厳しいのよ。腰の角度まで指導してくるからね。でもそれ結構大切なんだよ。正しくやると疲れにくくなるからね。そういう問題じゃないんだってば。いつまでトイレにこもってるつもりだって怒ってる。お願い水木さん助けてください。ごめんごめん、私これからフリーマーケットに行くんだ。フリーマーケット？そう、まゆみさんが出店するからそのお手伝いするんだよ。うちからも使わなくなったものとかちょっと持っていこうと思って。お願いします。もうくださいとか言わないので、こっちに来てよ。私もフリマ参加しますから。でも手伝った分野菜もらえるんでしょ。ほら、いつもくれくれ言ってたのに喜ばないの？うちの両親農業歴は短いけど結構いい野菜作るんだよ。いやそれはもらうだけならいいけど。あのさ、自分がお姫様だとでも思ってる？え？私がのりかさんに何もあげない理由はさ、もらって当然みたいな態度が嫌だからだよ。だってうちは子供が多いんですよ。それにちょっとくらいくれてもいいじゃない。そんなことを言う人間にはゴミ一つだってあげたくないね。何よその言い方。してもらって当たり前なんてことはないんだよ。分かったらちゃんと働きなね。何かをしてほしかったらまず自分がしなくちゃ。いい加減にしろって怒ってる。当たり前だよ。のりかさん、いきなり人の家に行ったんだよ。しかも娘さんのママ友です。元気な男の子がいっぱいいます。面倒を見てください。野菜ください。泊まらせて美味しいご飯食べさせてください。そんな話通用するわけないじゃん。でも小さい子は可愛いでしょ。可愛いのは自分の子供とか孫だったりいい子だからだよ。人の家に勝手に入って庭を荒らすような子供可愛いなんて思えないね。ひどい。水木さんには母性が足りないんですよ。じゃあ母性たっぷりののりかさん、お子さんのために頑張りなよ。手伝ってる間は面倒を見てもらえるんでしょ。ほれほれ。
珍しい体験ができて子供たちも喜ぶんじゃないの？いや、それはなんというか。いい加減にしな。外からも LINE からも怒られる。こうして一日みっちりと農業の手伝いをしたのりかさん、相当腰に来たみたいで動けなくなり、ご主人に迎えに来てもらうことに。ご主人はちょっと抜けてるけど頑張って働くいい人なんだよね。うちの父親が事情を説明したら土下座して謝ってきたんだってさ。家族を養うために仕事を増やした結果、妻をセーブできなくなったみたい。まあそのあたりのバランスを取るのは難しいよね。今後は仕事を減らして節約しながら、のりかさんを再教育してくれるってさ。うちの父親も協力するって言ってたけど、また雷が落ちそうだね。ちなみに子供たちだけど、一瞬でうちの母親に懐いたらしいよ。いつもは超暴れん坊な子たちだけど、いい子にお手伝いまでしたって。いや、我が母親ながらすごいわ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。